皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の高子録のテーマは自分の直感に従ってみるということについてお伝えしてみたいと思います。いろんなシーンでいろんな決断をすることっていうのは、日々も当然あると思いますし、一つそうですね、例えば、人生の決断でいうと、会社転職、就職転職、結婚とかそのあたりとかでしょうか。そういう大きな決断もあれば、もう少し小さな決断何か繰り返して、一つの道を決めていくっていうことは普通にあることだと思うんですけれども、考えても考えても言葉が出ない、正解が出ない時っていうのがあるんですよね。でそういう時にお勧めしたいのは、自分の直感に従ってみるということなんですよ。そんな適当なことでいいのって思うかもしれないんですけれども、案外直感って何て言うのかな、その人が本質的に思っていることが表に出ているだけっていうこともあるので、そんなに失敗するってことはあまりないんですよね。で失敗するケースがある場合があるとすると、その人が自分の決断とか自分が決めたことに責任を持たない思考を持っていると、要は多責思考っていうんですけども、何か失敗とかがあった時にあの時ああすればよかったとか、この人がこんな風に言ったからとか、そういう思考を割と持ちがちな人だと、結局直感に従ってもですね、自分がそれを選んだんだっていう主体的な感情がないために、結果として失敗ということになるケースがあるんですね。で自分で責任を、自分の言葉に責任を持っている方っていうのは、変な話ですね、どんな選択をしたとしても自分が選んだんだっていう視点からその道を全うすることができるので、結果どの道をどういうふうに選んでも失敗がないということになります。なので何か迷った時とかっていうのは、自分の直感に従ってみるっていうのは全然悪いことじゃなくて、むしろそれがゆえに早く決断して前に進むことができるんであれば、そういう選択肢で考えるっていうのも全然悪いことじゃないんじゃないのかなというふうに思っています。なので何かに迷って困っているようなことがある時には、自分の直感に従ってみるという、そんな選択肢もあってもいいんじゃないかなと思いまして、お話をさせていただきました。それでは。